それではですね、一通りの、文化、情報のですね、採集が終わりましたので、今からですね、コメンテーターの方々にですね、いろいろとコメントしていただきたいというところに入ります。それでは今後ですね、文化のモデルということで、いろいろと考えていきたいと思うんですけれども、それではですね、中津先生、順番からすると、はい、名前の順番がよろしいんじゃないですか。あ、そうですかではちょっと時間が、いただきたいということで、そういえばですね、私は小山田先生の方から文化とうまみの話をちょっと伺っていたんですけれども、その辺のところから取っかかりとして話すといいかなと思うんですが、確かその私は小山田先生からいただいたちょっとメールで、文化は、うまみであるっていううまみをこう封じ込めるということと、江戸時代の鎖国ですねという日本人の特性、そこから日本独特のその新しい文化が生まれてきたんじゃないかということを、お話がを聞いておりますけれども、その辺のところで文化モデル、小山田先生はコンピューターグラフィックスで、見えないものをですね、可視化する、情報を、研究されている、先生でございますけれども、そこの辺で一言コメントをいただけますでしょうか。はい、だいぶ申し上げていただいたと思うんですけども、私自身はですね、可視化ということを通して、ものをモデル化すると、いうことで、いろんなものにチャレンジしているというのが私の立ち位置でございます。で、私自身はですね、ちょっと、趣味、吉兆の方にの前で言うのもなんですが、少し趣味にしておりまして、いろいろな調理法というのを、日々勉強しております。その中にうまみを封じ込めるという類のものがありまして、それとですね、この日本の文化というのは何か関係があるのかなという形で日々思ってました。で、そこで戸田先生の方から、こういう文化情報をですね、どんどん集めてきて、で、今の日本ということをですね、説明するというお題を与えられているのかなというふうに思いまして、一言申し上げたいと思います。一言で言うならばですね、鎖国という言葉も出てきましたが、鎖国ということの効能ですね、こういったことをちょっと私自身も考えております。ネガティブの意味ではいろんな方が言い尽くされてるんですけども、日本のですね、離れ島というこれ形の特質からですね、AI もするとこう鎖国となりやすいし、現実私の気持ちを見てみてもこう閉じていくということもなんとなく分かります。しかしながらですね、江戸時代の頃から、そうは言いながら少しですね、いろんな海外からの文化をこう吸収していくという道は残していたということがあります。で、鎖国ということのですね、仕組みを使って、その中で熟成させていくというのが我々日本人の中の特質なのかなというふうに思います。で、そこでうまみを封じ込めるということなんですけども、例えばハンバーガーだとかですね、肉を焼くときにまず片面ずつを強火で焼いて、それからうまみを封じ込めるように、弱火で5分とかいうことがあります。まさにこの感覚とですね、江戸時代通じてですね、海外のものをじわじわうまみとして取り込んできて熟成させていくというのはまさに日本のですね、特質じゃないかなというふうに思いますし、皆さんのお話を伺ってみてもやはりそういったところがあるのかなと、主に鎖国でしかもいやもすると危ない方向に走っていきがちなんですけども、やはりその多神教ということでいろんな価値を認めるということで、やはりこれ熟成させていくというところに、行っているのかなというふうに自信を持たせる意味で考えております。
で、この旨味そのものということでは、これも調べてみると、まあ、日本独自で、開発されてきたその考え方でありまして、ウィキペディアでも見てもですね、旨味という、ローマ字で出ております。以上が私の雑感でございます。ですね、料理うまみということで、今小学系の研究者の方からお話があったんですけれども、これはやはり徳岡さんにお話願いたいかと思うんですけれども、うまみのそのこうモデルとかですね、まあ、技法はいろいろあると思うんですけれども、そういったものが、で特徴的なものっていうのは何でしょうか。確か徳川さんのお話の中にでもですね、その日本文化は、まあ、非常に異質であるという話があってですね、なんか相通じるものがあると思うんですけれども、いかがでしょうか。うまみっていうのは確かに今ローマ字でですね、世界語になっています。で、もともとはまあ100年前ですね、東大の池田菊内さんがグルタミン酸を発見したところから始まるんですけれども、今まで世界の味覚の意識っていうのは四味って言われてましたですけれども、中国はそれに、なんだっけ、ピリッとした感じ、辛み、ピリッとした辛みを入れてるんですけど、あれは味覚ではなくて刺激だと思ってます。基本的には四味で、甘みと、塩味、塩辛さですね、酸味、苦味っていうのが、基本的に、フランスの教育の中でも四味として今でもですね、教えられています。ただ日本の感覚としてうまみっていうのがあって、それがですね、最近、まあ、グルタミン酸っていうのは100年前にも理解されたに発見されたにもかかわらず一般的ではあまりなかったのが現実で、ここ何年かで、普及したんですけど、それは1982年に、まあ、味の素さんが中心になってですね、世界うまみ学会っていうのがハワイ大学で開催されて、その中で徐々にですね、うまみっていうのはすごいなと世界の人が認知し始めて、特に日本の和食っていうのが健康とか美容にいいっていうことをですね、世界の人が意識し始めた頃にちょうどそのうまみっていうものを世界が認識し始めて、で、広まっていったんですけども、実際にそのグルタミン酸を感じるレセプターっていうのが舌に、発見されました。最近ではですね、胃の中にもそのレセプターがあるというふうに言われています。まあ、発見されています。で、それは要するに人間が必要な成分、生きるために必要な成分として、あるということを表明しているというか、こう証明していると思うんですけども、今日本で言われているうまみっていうのは、かつお節のイノシン酸と昆布のグルタミン酸、それが合わさるとですね、まあ、脳の中でですね、快楽物質が単体のうまみ成分を取るより8倍大体、たくさん出るというふうに言われてて、相乗効果をグルタミン酸とイノシン酸を同時に摂取することによって、8倍の効果があるというふうに言われています。ただですね、それは今まではここ数年前までは日本だけの特有のものというふうに言われてたんですけど、今世界中で認識されているのはですね、チーズの中にもグルタミン酸というのはたくさん含まれたりとか、トマトの中にもグルタミン酸というのはたくさん含まれています。もしくはお肉、赤身の肉ですねとか、赤身の魚中にはイノシン酸がたくさん含まれていてですね、実は日本人はそのうまみっていうのをなんとなく感覚として、あ、うまいな、甘いなではなくてですね、甘みではなくてうまみとして感じれる感性というか、そういうものがあったので、言葉としてですね、うまみっていう言葉として、まあ、発達していったんですけど、海外の人たちの中ではそのうまみという類似する言葉っていうのはない、要するに感覚としてない
ものとして、でも実際はあったんですね。それぞれの文化、アフリカであろうがですね、ロシアであろうが、どこであろうが、グルタミン酸とイノシン酸というのは人間にとって必要な成分ですので、それぞれの経験の中でその組み合わせっていうのは考えられて、その文化に取り入れられてずっと存在し続けたのが現実なんですけども、だからその辺を含めて考えると、まあ、同じ人間として必要な美味しさっていうのはですね、なんとなく方向性は一緒なんだろうなというふうには感じてるんですけれども、それをそのネット上というかどう役に立てるのかっていうのちょっとそれはですね、多分今ちょっとパワーポイントを変えたんですけれども、この文化のモデル化の中で、まあ、モデルとデータに分けるっていうのを、まあ、情報として、まあ、考えるとですね、海外にも同じものがあるのかということの一つの例と言ってもいいんでしょうか。うまさ、美味しさっていうのはすごく複雑なこう感覚で、僕が知ってる限り、そのただ今うまみっていうのがすごい取り沙汰されてますけど、レセプターの舌の上にあるレセプターのうまみを感知するレセプターっていうのは1種類複数個あるって言われてます。甘みを感知するレセプターもですね、1種類複数個あるっていう、苦みを感知するレセプターはですね、50種類以上発見されています。もっとあるかもしれません。つまり美味しさを表現するのに、旨味とか甘みを表現するより苦味を表現する方がですね、うまく表現する方が美味しさを表現しやすいかもしれない。もしくは香りですね、匂いの嗅覚のレセプターというのは380種類以上あるって言われています。だから舌で感知するよりは香りをですね強調した方がうまみを感じるんじゃないか、もしくは食感、冷たい、熱いとかぬるいとかですね、微妙な表現も含めて、もしくはぬるぬるしているとベトベトしているというのは口の中で確かに感じられるんですけども、そういうレセプターというのは無数にあるって言われてまして、ということは美味しさを表現するんですね、味よりですね食感を強調する方が美味しさを感じるには、特にお作りの美味しさなんていうのは、ね、なかなか難しいんですね、これが。もしくはその世界中の中で、もしくはそれだけではなくて、やっぱりその知識とかですね、情報というのも美味しさに関係するでしょうし、当然視覚、見た感じ、パッと見て美味しそう、まずそう、もしくは経験の中から判断されるでしょうし、初めて見たものはやっぱりどんなに高価なものでも美味しそうには思えないですよね。そういうこともある。だからその中で今こういうネット社会で情報が行ったり来ている中でですね、料理、今後の日本料理はどうなるかって考えると、そのボーダーっていうのはどんどんなくなっていくんだろうなと。だから今度シンガポールに出店する店、もしくはその先にモナコとかニューヨークに出す店っていうのはですね、の日本料理っていうのはですね、今京都でやってる日本料理とはやっぱり違う形で表現しないと、もしくは表現せざるを得ないというか、材料も違いますし環境が違うので、そういう中でどう、お客様を、目の前にいるお客様を、ニューヨークなんだけどニューヨークに食べる目の前のお客さんは日本人かもしれません、沖縄の人かもしれません、もしくはアフリカの人かもしれません。だからその方を満足さすにはどうするのかっていうことを、いろんな自分の持ってる限りの力を使って表現するしかないのかなというふうには思ってはいます。はいはい、いや今ものすごくいろいろな情報を、うまみに関する情報を非常にですね、科学の言葉を使って思い出したんですけれども、確かに私たち海外に行く時の日本料理とかですね、やっぱり微妙に味が違うんですよね。それものすごく感じます。それは現地の人の味にやっぱりカスタマイズされていて、そこが変数になっているのかなと思うんですけれども、中津先生、いかがでしょうか。今シンガポールに住まれてると思うんですけれども、先ほどはですね、そのカルチャルコンピューティングというのは、文化をコンピューターで扱うことであると。でその時には当然だけども、非常に単純に言うとアルゴリズムとデータに分けにはいかんと。でデータは、多分地域であったり人種に依存してるんだけど、アルゴリズムはもしかしたら共通
性があるんじゃないかと、そういうことできるんじゃないかという、非常にまあある意味で乱暴なことを言ったんですが、まあ、今の皆さんのお話をお聞きしているとですね、まあ、ある意味で京都の文化というものの分類学が、まあ、できていると言っちゃ言い過ぎなんですが、料理であったり、それから、まあ、あの文化の伝承保存の話ですね、修復との話はそういうことですね、それから文様はデザインですし、神仏集合というのはまあ宗教の話でありますし、その織物の話であったりと、まあ分類学ができている、しかもそれに対応するものは多分海外にありますよね。でそれだけですでにもうカルチャルコンピューティングは、まあ、できるというのは言い過ぎなんですが、の可能性は私はあるというふうに思います。でところがですね、それはまあ一番最初に私が持った感覚なんで、ところが個別のお話をお聞きしていると、結局それはデータの中身の話になってくるわけで、そうするとこれはやっぱ極めて地域ないしはそれぞれの分野であったり、まあ、それぞれの極端な職人さんですね、そういうものに極めて依存してますよね。だからそこのデータ依存性というのはこれは大変なことだなと。でもしかしたらそちらの方が重いのかもしれない。でここが非常に難しいところですね。だからコンピューティングはそこは多分あんまり踏み込めないだろうと。でそこはもう最後は、アーティストの方であったり職人さんであったりにお任せせざるを得ないんで、コンピューターがやれるのはそこをどう支えていくかという、それぞれの分野においてですね、ということなんじゃないかなと思いましたが、まあ、同時にとは言いながら、海外にも同じものはあるよねということですよね。同じものがある、だからコンピューターがそこに入っていくことはできるんじゃないか。だからその詳細なデータの、つまり神は細部に宿ると言いますか、その細部に関しては多分コンピューターは手出しはできないだろうと、そこをお任せするしかしょうがないんじゃないかなということですね。でその一つ神仏集合はこれはやっぱりかなり日本独自じゃないでしょうか。まあ、私先ほど、ギリシャは多神教で日本の昔と一緒じゃねえかとか言いましたが、神道と仏教も非常に宗教としては特殊ですよね。そういうものが一緒になって、例えばギリシャローマではギリシャローマの神々が、まあ、滅ぼされたわけですね。キリスト教の滅ぼされたのが日本ではちゃんと神仏集合という形で古来の形が残っているという、これはもしかしたらすごく面白い、コンピューティングとしては一つ、もしかそれが特殊なのかどうか分かりませんが、やる価値があるんじゃないかなという気がしますが、それで、まあ、そこに突然がうまくまとめていただいてるんですが、その先ほどのお話を聞いていたですね、まあ、今グローバル リズムとか言っておりますが、京都文化がこれだこれをこれだけは生き残れるというのは、それぞれの分野で、もしかしたらありましたらちょっとお聞かせ願いたいなという気はいたしますが、ここが強みだというのは どなたに、いや、それぞれできるだけ皆さんじゃあ徳岡さんからお願いいたします。日本料理の特徴、残るものです、ね。まず日本料理でいうとやっぱりこう見た目盛り付けっていうものは圧倒的に違います。もしくは価値観っていうのがそれは違うからだなと思ってます。いろんなところに行って感じるのは、海外は統一していることを何か良しとしているような意識があります。洋服でもですね、チーフとネクタイが一緒だったりとか、ベルトと、カバンと靴がそのコーディネートされているような言い方をするんですけど、お皿もですね、紋章がついたりしてですね、カトラリーなんかも全部こう統一したものがあることのに価値を得る感覚があるんですけど、日本の場合はバラッバラですね。食器にしても漆があったり磁器があったり、もう土物があったりガラスがあったり金属があったり、それが一つにまとまっていることが何かいい価値を見出すような、着物も柄もですね、補色関係そういうの関係なく、もうバラバラの色がですね、なんとなくこう形も何もかも一つになっているのが何かに価値観を、もしくは見立て、本来使うべきものではないものに見立てて使うことに意義を感じたり、なんかその感覚っていうのはやっぱり独特です。だからそこのところがやっぱり一番で、それを、ビジュアル的に表現するのは盛り付けなんですね、その感覚を。
だからその味付け等々、今醤油なんかもですね、フレンチだとかイタリアとかもしくは世界中でも、キッコーマンさん頑張られてですね、世界中で販売されているので、世界中でもしくはトップシェフの中には、醤油は必ず、まあ、何かの隠し味ですね、使われるのが常識みたいになってますし、もしくはその、日本でもオリーブオイルを使ったり、そういう交流の厨房になんかあるものはですね、ほぼもう、現場のパリであろうがニューヨークのキッチンであろうが日本の東京のキッチンであろうがほとんど変わらないようなようになってますけど、その感覚、もしくは絵を描かれ、まあ、絵画の方もいらっしゃると思いますけども、シンメトリーではなくてやっぱりアシンメトリーな良さを感覚を持ってる。だからその盛り、日本料理ではその盛り付けっていうのがやっぱり一番そのなんていうんだろう、強い強みなのかもしれません。美しさですかね、造形的な対する感覚というか、宇佐美さんどうでしょう。はい、ですね、非常に難しい漠然的なんですけれども、私ら、先ほど申しました文化財修復というのとやっぱり表具屋という感覚が2つあるんですけれども、表具屋的に申しますとやっぱり床の間をいかにして飾り付けるかというのが1つあります。やっぱり畳の文化、それに対して、京都の文化なんですが、また京表具という表現があります。それから江戸表具というのがあります。加賀表具という表現があります。今はもうごっちゃになってますんですけれども、昔はですねやっぱり交通の不便さがあったりですね、そういうふうな文化、要は公家社会と武家社会、日本京都の場合は公家社会、それでまた、江戸ですね、江戸の方は武家社会ですね。やっぱり間口が違ったり生活空間が違ったりします。そんなんでですね、表具の、周りの綺麗ですね、私ら割り付けとか言うんですが、その感覚が違いますね。まず京都の方はちょっと控えてるっていうんですか、京表具の方が、少しちょっと優しい表具というふうに言われております。はい、また、東京、江戸表具ではやっぱりダイナミックな武家社会、よく言われるのは玄関入ったらついたてがあって、そこに龍があったり虎があったりという派手なんですね。派手なんですね、はい、そういうふうな文化がやっぱり違う、はい、奥ゆかしいという。では山崎さんどうでしょう。すみません、それが残っていくものなのかどうなのかわからないんですけれども、我々の方で作っている唐紙というのは表面が、言ってみたらザラザラというかボロボロというか、できたなりにすでに古いような感じのもんだなと思って日々作っておるんですけれども、例えばその石の上に生えている苔が風情があるなとか、そういう感覚がある間は価値を見出してもらえるんじゃないかなと思うんです。版木は残らないですかね。版木は使うとね減っていくし、洗うときに落としたりして割れてもいくんで、残っていけば残っていったでいいし、なくなってしまえばまた作ればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、つづれ織り言うたら大体着物なんですけども、着物の方で残っていくもん言うたら、ズバリ民族衣装の着物やと思うんです。ただ今の段階だと僕は思うにちょっと間違った残り方をするんじゃないかなっていうふうに思ってるんですわ。先ほど土佐先生のカルチャルコンピューティングの全ティックコンピューターの方で着物に琴と斧と菊があった図案があったんですけども、あれすごい斬新なイメージ の柄なんですけども、一応意味があって良きことを聞くですよね。でそういう意味でやっぱり日本語の言うたら言葉とかそういう意味のあるものが本当はその先多分この後で紋とか柄とか色とかという話があるんですけども、意味があるものに対して全くその表面的な部分しか感じ取らずに、ああこれかわいいわ、ああこれすごい綺麗っていうだけで終わってしまうような文化が残っていきそうな感じはして、ちょっと怖い部分あるんですけども、着物としては残っていくんじゃないかなと思っております。鎌田先生、このうまみの問題とか、それから今の日本京文化でこれは残るものみたいな、まさに僕はそういうふうなことを研究もしてかつ実践もしているともう自分では思っているので非常に興味深い問題なんですね。
で私は物学技学という観点でそういう、こう、まあ、日本人が物をどう捉えてきたか、霊性から物質性まで全部一語で物と言ってきた、あるいは物語とかというようなことを言ってきた。から技という言葉も非常に含意がある、まあ、その辺のところから攻めていこうというふうに思っていました。で、神仏習合や神道の観点から言うと、教でですね、教文化でこれは絶対残る、これは残らないと思う、ない後がないみたいなのは、例えば葵祭り、祇園祭り、うん、から奈良で言えば春日大社のですね御祭りとか、信州で言えば御柱とか、これ地元の人たちが本当にもう死ぬ気でやっていますから、これが滅んだらですね、日本文化を滅んだと言っても、まあ、過言ではないと思うんですよね。祇園祭りなんかがあの中で デザインという観点から見てもいろんな観点があるわけですよ。神様を祭るという神事の部分もありますけど、一つ一つの山鉾の作りなんていうのが実に斬新じゃないですか。そしてそれを担うこの共同体というか町衆の人たちの組織とか、それから表紙林ですね、その能林 その音楽だとかいろんなものが全部こう複合されて、そこで祇園祭りなら祇園祭りがある、で葵祭りなら葵祭りがある。でその中で僕は注目したいのは吉兆さんの、ね、に絡むんですが、僕新鮮に興味が非常にあるんですよ。新鮮、神様にお供えするご飯ですね。これは春日大社の神仙と御祭りの神仙とですね、葵祭りの神仙と全然違うんですね。でそれぞれの神仙が実にデザイン的に見ても美しくて、僕なんか見ると本当にエロチック、エロティシズムそのものみたいな、日本人っていうのはこの神仙にこれだけのその感性っていうものと集中と、それからあらゆる技術みたいなものを動員して、これはすごいなと、自分は当事者的なの一人であるけれど、見るたびにですね、これはすごいと本当に思うんですね。その神仙の中に込められたもの、おそらく神様がうまいものがね食べたいっていうこの発想から来てると思うんですよ。でもこれでもバーチャルじゃないですか。神様がうまい、何をうまいと思うかみたいなものは、しかしそういうそのある種の超越性っていうか、バーチャルなあるものを持つことによって、その日本人がそのうまみを研究し、それを美しく盛り付けし、そういうのをお供えしていくというふうなものを生み出していったので、まあ、僕は そういう祭りの精神みたいなものの中に全部つながっていくんかなというふうに思っていますね。今いろいろなその京都文化の持つ特徴、残っていくものっていうのを聞いてまして、まあ、これこそがさまざまなこう文化のモデルとしてこう、まあ、IT 関係、情報系の人間だが扱わなきゃいけないものじゃないかなと思うんですが、その何かをコンピューティングするっていうとですね、まあ、情報系、まあ、IT 工学系の人間、まあ、研究者というのはまず計測するっていうことがあって、測るんですね。とにかく測りまくる、測る、それからまあ差分を見る、それからさまざまな計算をさせるわけなんですけれども、まあそれとは違うね、意味を扱うモデルとして、文化のモデルっていうのは何かを探っていかなきゃいけないと思うんですけれども、黒橋先生どうですか。こういう今までの皆さんの話を聞いて、今までの工学的分析ではない切り口というのは何かこう考えられますでしょうか。黒橋と申します。私は計算機で言葉を扱っているということをやってまして、まあ、そういうお話を振っていただいたんだと思うんですけども、実は計算情報処理の世界といいますか、知識工学の世界に80年代だと思うんですけども、計測とはちょっと違う話としてエキスパートシステムというのがありました。でそれは専門家まあシステムということなんですけども、例えば原子炉のコントロールとかですね、医療の診断とか、非常にこうノウハウというか、まあ、まさに職人的なものをどうやって外化するか明確化するかということで、かなり成功を収めました。でそれはIf then ルールといいますか、まあ、こういう時にはこういうことをするんだよということをこうノウハウを持っている方に徹底的に書き出してもらって、まあ、それで自動診断をするとか自動コントロールするようなシステムを、まあ、作ったわけなんですけども、まあ、皆さんのお話をお聞きして非常に面白かったんですけども、その海外との違いとかこれから
から残していくとかいうときに、やっぱりそのどういう要素なのかっていうのを明確化していくということは重要で、まあ、そういうときにそのエクスパートシステムみたいな考え方が使えるんじゃないかと思うんですね。で、そうやって残していったときに、それでも外化できない、もう突き詰めたノウハウっていうか感覚っていうのは何かと、まあ、それはそれでまた次の段階として非常に興味があることだと思うんですけども、まずその職人の方のノウハウっていうのはどういうものかっていうのを外化するっていうのが一つ重要なことじゃないかなと思いました。で、あの情報学の研究者も別に計算機が万能だと計算してるわけではなくて、実は非常にバカで使いにくくて柔軟性がないんですけども、それは逆に言うと、あのいろんな問題をモデル化するときには都合がいいんですね。つまりあんまり柔軟なものだったら、なんかそれこそ日本の位置を知れば需要、いや位置を言えば需要が分かるということであると、逆にモデル化がしにくいと、非常にこう堅物の計算機に分かるようにきっちりと教えていくという形でノウハウを外化していくと、まあ、そういう付き合い方がコンピューターとの間でできると思うんですけども、まあ、そういうことが皆さんのその技といいますか技術に対してできていくのかとか、まあ、ちょっとできそうにないなと思うんだったらどういうところが問題なのかとか、まあ、そういうところが私はちょっと今日の話を聞いてて興味を持ちました。小山田先生にお聞きしてみたいんですけどね、例えば宇佐美さん の, あの東洋絵画修復で修復のシュミレーションという形で可視化っていうのはできるような気もしたんですけれど、まあ、その話を伺ってですね、今ちょっとテラヘルツでですね、いろいろなその、修復の、まあ、前処理ですね、そういったことをやられている方というお話をする機会がありまして、まあ、その時もですね、過去の方がいろいろこう、塗り込めていかれたその過程というものをこう見せるというところのですね、動きがだいぶ活発化されてまして、奈良文化財研究所ですか、そういったところもなんかいろいろと、始められています。でそこからあのやはり、モデルを作って、で過去の方が、まあ、こういったノウハウでもってそれを作り得ていたんだなというような形がですね、こう出来上がると、まあ、修復ということもですね、うまく進んでいくのかなというふうに、思った次第です。はい、それではですね、もうあの時間も残り少なくなってきたので、その文化のモデル化というものをいろいろ考えましたけれども、それを、まあ、あの文化を体験していく、まあ、インタラクションして体験をして、それを理解して伝承していく、ということもこのカルチャルコンピューティングの結構大事な要素ですけれども、それを、まあ、我々としてはそのこういう職人さん管理さんとともにコンピューターを使ってどのように伝えていくことができるのかとか、それから先ほどからちらちらと出てきます異文化ですね、異文化とのこう同じところ、違うところ、カスタマイズしていくところ、まあ、そういったことをどうしていくのか、まあ、最後にはこれはあの工学系ではよく出る問題ですけど、まあ、まあ職能というか暗黙知の伝承だとかですね、まあ、こういったことについてちょっとあの話を深めてみたいんですけれども、中津先生どうでしょう。ですね、むしろもうあの我々は喋りたいことは喋り尽くした、はい、ような気もしたもの、だから何を今度せっかくフロアの、ね、方々がにいらっしゃるので、僕は最後は質問を受ける時間を取ったらどうかと思いますが、いかがでしょうか。質問してください。日本料理ってやっぱ五感で楽しむ、だから見る視覚情報っていうのはすごく大事だって言いましたけども、実際は舌で感じたりですね、香りでとか、もしくは食感を、だからそのインターネット上にですね、そういうことをデータとして飛ばして、その実際その、違う場所にいる人が感じるシステムっていうのはできそうなんですかね。どうぞ、ちょっとコメンテーターの皆さん、この質問に。例えば香りっていうのも、まあ、いろんな科学者がいて、はいはい、あの物質を
レセプターが感じてるっていう方もいるけば、はい、まあ、それができるかできないかは多分お二方残りのお二方になんですけど僕はちょっと今危険だなと思ってね、やっぱネット時代になってそういう非常に肉体的感覚に結びついたものがだんだん弱くなってきてますよね。その味に対してはまだ我々結構我々根強いんですけど、匂いは我々嫌いになりましたよね。今だん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 我々の社会は僕は無臭になってきつつあるんじゃないかなと。シンガポールなんか行って非常にショックを受けるのはもうタクシーの中にもあのホーカーの匂いがもうプンプンとしてるんですけどね、あれは僕は耐えられない。で京都なんかやっぱそういう意味では無臭ですよね、基本的には。でどうもネットの中に匂いがないように、我々は昔は結構プンプンと香水の香りしてる女性がいらっしゃったのだんだん今最近少なくなってきてませんかね。でこれが味の世界にどうなっていくんだろうというのは非常にそのちょっと危機感を持ってるんですが、実はその味の世界も世界中の流行りとしては温度がいって熱すぎるとか冷たすぎるというのはなくなって、中温で初めから終わりまでずっと一緒っていうのが流行ったりしてるんですね。だすごい危機っていうか、本当は日本人の人は熱いものは熱く、冷たいものは冷たく食べる、もしくは生で食べれるって日本の特色なので、そういうのをやっぱこう世界に発信していく。だそのためには、日本の一次産業をすごく大事にしないとですね、その中にノウハウが詰まってて、実はあの料理のノウハウテクニックだけじゃなくて、一番日本料理を支えてるのは日本の一次産業 その積み重ねだったりするので、そういうところをあの、まあ、反対にその世界マーケットでそういうソフトをですね販売できて、一次産業の方が潤うような仕組みみたいなのをネット上にできないかなっていうふうなことを思ったりもしました。